NHKFM 今日は一日小室哲也斬舞キネナウトです、えー、小室哲也さん、ね、ティームネットワークの我らがリーダーでありますが僕はもう40年以上彼が18僕が19とかそんな頃ですね、えー、知り合ったのは あのー、音楽仲間で、僕はもうすでに宇都宮くんと一緒にバンドやってまして、で、彼も、えー、僕らスピードウェイみたいな、名前でした。彼はイラクションなんていうね。ちょっと結構、あのー、イギリスの、あのー、えー、なんつうんでしょう、ああいうね、ロックっていうか、やってましたね。うん、あのー、彼は、本当40年間ずっと付き合ってきて、僕よく一言で言うと、出来のいい弟って言ってるんですからね。<laughs> で、出来がいいもんですから、弟で。で、これ、兄貴とか、あの、同い年になってくるとちょっとムカつくんですけど、一年下のもんで、なんか僕の方がちょっと、何でも彼の言いなりになってしまうとかもあって、<laughs> どれだけ彼の言うことをたくさん聞いてきたかっていうのもありますけどね。うん、あの、僕は、こんなこと言ったら、まあ、彼もあれ、もう一つしか違わないんだけどね、なんか憎めないやつで、 一番覚えてるのはね、あの、よく言うんですけども、えー、車が彼がね、お、おちの車なんですけども、新車で、えー、彼がこう、自慢げに車買ったんだって、一時期乗ってたんですけども、気に乗ってていいよって言われてですね、あ、本当こんな、もう僕の車なんか買えませんから、もう車を、やったーと思って乗ってていいと思ってたらね、その会社僕が何かあったら迎えに来てねって言われてですね、<laughs> えー、 今日歯医者に行くから歯医者に行ってくれとかね今日はどこどこに買い物に来る <laughs> 僕はもう二十二歳前後の頃からね二十歳過ぎぐらいの頃からです彼の運転手やってましたねっていうのをやれちゃうというかやらされちゃうというかそれが嫌じゃない僕みたいなうーん,なんかそんなところありますね出会ってから音楽をずっと一緒にだけではなくね遊び仲間じゃないんだけども 僕は一番多分彼といろんな音楽仲間いたんですけども僕は一番彼に近かったんじゃないでしょうかねすごく興味のある人でしたね話してて面白かったし僕もいろいろプロデュースアーティストの方をプロデュースさせていただいた時があってほんでその時それの時にやっぱり TK ファミリーのこううわーっ,っていう 勢いがこれからっていうのはすごい時だったんで、まあ、プロデューサー小室哲也にですね、ちょっとプロデュースの心得みたいなのを聞いてみようと思ってね、相談したんですね。僕もちょっとプロデュースみたいなやることになったんだけど、プロデューサーってどうすれいいんだって話したら、うん、記念家無理じゃねえって言われて、えー、なんでしたら、うん、プロデューサーってのはおせっかいじゃなきゃできないって言われたんですね。はあ俺全然おせっかいじゃないなぁ。 そうなんですよ。彼はアマチュアの頃から、もう TM デビューの頃から、キネはその衣装はダメだとか言い出して、私服もちょっとちゃんとしようとか言い出してですね、僕が付き合ってあげるっ言ってですね、<laughs> えー、例えばそういうね、あの、洋服、ブラウンドのね、うん、お店に行って、彼が靴下から靴からズボンからジャケットから T シャツまで全部僕の、あの、コーディネートしてました。 でゃ昨日はその、こういう風にやった方がいいとか、昨日はこういう曲を作った方がいいとか、も,うきもちろん昨日に聞いた、僕ね、エレキギター、エアギターなんて言われてますけど、<laughs> エレキギターを弾けって言ったのも彼だしうん、僕にいろんなことを勧めて本を書けばって言ったのも彼だし、だから、なんていうの、昨日こういうこと得意だと思うからこれやってみなとか、結局僕はいつの間にか、 まあ、宇都宮さんはね、もう自立して、もうボーカリストでしたけども、僕はもう本当に音楽もフォークやったり、ロックやったり、いろんなことやってた人間なんで、うん、それをやっぱり、バンドで彼が僕のことをいつの間にかプロデュースしててくれてって、だからもう本当に、t m ではもう彼の、だからそれが、ね、いろんな、その、例えば、うんあの子の、 例えば、アーティストをプロデュースするときにね、女の子髪の毛が黒かったら、ちょっと気持ち茶色にしようかとかね、うん、いつもズボン履いてたら、ちょっとスカートも履いてみようかとか、そういうことができる、や、好きな人なんだなと。だから、まあ、じゃこの、この人には、この声にはこんな音楽が合うんじゃないかとか、だから、僕は、うん、彼を見てて、その、真似できないところというのは、プロデュースですね。まあ、そうは言っても、ゲットワイルドが僕らの代表曲でありますけども、 ゲットワイルドがね、生まれるときっていうのはね、確かね、地方にね、コンサートだったのか、プロモーションだったのかわからないんですけども、まあ、宇都宮さんは明日もレコーディングがあるんでっていうね、やっぱり歌う人ですから、あの、すごく、あの、やっぱり、あの、温存されてですね、宇都宮さんはじゃあもうそのまま帰ってください、みたいな、ね、で、本当は僕も俺にいてもしょうがないんですけどね、僕は大体小室哲也さんにね、記念一緒にいてよってうですね。僕、付き添いでいるんですね。 それで、えー、渋谷の山ハがありまして、そこの上にスタジオがありましてね、夜中の10時か11時ぐらいだったかなうん、俺も心の中では、俺、任せるよって、帰りたいなと思いながらですね、いてよって言われてですね、彼はスタジオの中でリズムを作ってるんですね。で僕はピアノで、あの、後ろ、その、隣の部屋でピアノを弾いたり曲を作ったりして、時間を、まあ、潰すというか、ま、時間を過ごしながら、 で、彼はずっとそこでリズムを作ってて。で、これが実は、まあ、シティハンターの主題歌になるという、まだ名もなき、タイトルもない曲を彼が作ってて。僕に、必ずね、僕に最初に聴かせるんですね。で、彼が悔しい言い方すごくするんですよ。一般人の耳,聞耳で聴いてほしいって。<laughs> 俺、俺一応メンバーなんだけどっていうのがですね、彼にとって僕は一般人のようで,ですね <laughs>、その彼の曲を僕が最初に聴いて、 どんな曲もそうなんですね僕が最初に聴くんです僕に聴いてどう思うって感想を聞くんですけど「まあ、ゲットワイルド」っていうね、まあ、そういうタイトルはなかったですけどもあのあの歌詞も入ってなかったですねあの曲を聴いた時にあかっこいいなと思いましたねただ不思議だなと思ったのはスネアがないなっていうね、まあ、これちょっとマニアックな話で申し訳ないですけどドラムというのはスネアドゥンタンドゥンツンタンってタンっていう曲があのあの音があるんですこれスネア 太鼓なんですけども、これを入れないんだみたいな、そこにすごく不思議な、あまあ、あの、ことを感じ、不思議を感じましたけどもね、でもすごくかっこいい曲だなっていう印象は、生まれたての曲を聴いた時にありました。いやー、宇都宮君も僕も、ね、チームネットワークのリーダー小室哲也が、まあ、そこまで行くとは思わなかったし、でも曲も書いてたし、うん、作曲家としてはね、 うん、すごい活躍するんじゃないかと思ったけどやっぱり今言ったそのプロデュース能力というのがやっぱりやっぱ群を抜いてたと思うんですよねそういう意味でやっぱりいろんな人たちの曲が、まあ、ハマってまあブームになったと思うんですけどもただ僕も宇都宮君もね、あのー、一言で言うと欲がないんですこの2人がね <laughs>、あのー、何でしょうねもっと自分もこうなりたいとかああなりたいなんていう欲があって たら小室さんはすごく羨ましかったと思うな。でもね、僕もつみやくもね、1ミリも羨ましいと思ったことがなくて、むしろ大変だな、みたいなことが多かったのが、このバンドを、この二人が、と三人が長くやっていくる秘訣じゃないかなと思いますけどね。小室哲也、えー、もう何千曲たるのかな。うん、もうヒット曲たくさんありますけどね、TM も含めて。でも僕は、 小室さんの曲の中で一つ一曲あげるとしたらって、もちろん、普通だったら TM ネットワークの GetWild。ね、自分のバンドだし。なんですけども、僕はあえて、渡辺美里さんの MyRevolution なんですね。これはなぜかという理由があって、やっぱり TM で、あの、3年間、GetWild とかセーフコントロールとか GetWild まで売れませんでした。どの曲書いても、小室くん書きました、頑張りました。ほいで小室くんは実はすごく落ち込んでいました。 自分の曲が、自分の勝負曲が、ね、シングル7枚くらい出したけど売れなかったかな。そういう中で、渡辺佐々さんが、先に、マイ・レボリューションという曲が、あの、小室君のね、曲が、まあ、大ヒットするわけですよね。そこで彼は、本当に自信をつけましたね。うん、僕の曲は、ね、間違ってないっていうね、なんかすごく、 これでいいんだっていうのをすごく僕は近くで見てて感じてマリブリューションのヒットによってものすごいまた才能がね開花したような僕は思いますねもちろんそっから TM ネットワークもセルフコントロールそしてゲットワイルドっていうねあ,あ、少しミサトの背中を追うようにですね実はねデビューはミサトのがあのミサちゃんのがね遅いんですけども一年でもうんそういう意味では僕はね多分人生 彼にとって、まあ彼はなんていうか知らないけども、小室哲哉にとって。うん、このマイレボリューションという曲は、ここの T. K. ファミリーに繋がる大きな。一曲だったと思いますね。記念の音です。N. H. K. f M.。今日は一日、小室哲哉、だん。